はい、皆さんこんにちは、レイケです。まあ久しぶりのね、ちょっと脱獄ごっこなんで、まあとってもね、クソ雑魚になってるんですが、まあよかったら最後まで見てってください。はい、まあ今回はですね、もう率直に言ってきますが、まあ今回はですね、煽ってくださいという名前でやったら、果たして人狼はね、僕を倒して煽ってくるのかどうか検証していきたいと思います。イエーイ。はい、雑魚くなってる。はい、まあね、まあね、こんな感じで、まあ、飛んでって、まあ、宝箱を開けていくゲームで、まあ、まあ、分からない方に言いますと、まあ、市民は宝箱を開けて脱出するか、もしくは人狼を倒して自己回復した時にバーンってやるか、もで、それ、まあ、バグった。まあ、それが市民の勝ち方で、まあ、二通りあって、で、人狼はもう、市民を全員ぶっ倒すっていうのが、まあ、まあ、もうバグりすぎ、もまあ、そのね、勝ち方しかないんですけど、まあ、そういうね、まあ、もうルール、もしかして分かんなかったかもしれませんが、まあ、よかったら、脱獄ごっこやってみてください。はい、よいしょ。この、なんか今、見えますか、この、チンチン、いや、なんでもないです。まあ、このチンみたいなやつに、こう登ってこういけるんですよね。まあ僕もう雑魚になってしまったんで、まあこんなことできないんですけど。うわー、もうジェイ。まあちょっと脱獄ごっこ、僕は修行が必要ならしいんでね。まあ修行って言っても、まあもう修行にしても多分僕はもう強くならないと思うんですけど、あの頃みたいに、まあ、あの頃もそんな強くないんですけどね。まあゲームに才能はなかったか。よし。いや、もう悲しくなってきましたよ。何やばい、ちょっと控えめに言って、ぼぼぼ、いや、炎上しそうなんでちょっとやめときます。恥さらしだ。俺は何としてで俺のプライドがあるこいつを倒すという。おら。痛い。ちょっとやばい。負けたらさすがにプライド下がる。ああ。ちょっとやめてちょっと爆弾魔ってクランやんか。ああ。いや待って。煽ってこないんだけど。ちょい、この企画終わってるやん。ああ